ラブカチ TV 川口学です。今日は私の愛車スバル BRZ ではなくてですね、今回ですね、日本で最も人気のある自動車レーススーパー GT、 その GT300 クラスに参戦しているスバルの BRZ GT300、 こちらでございます。今回はですね、この車を特別にチームの許可を得て徹底チェックさせていただく機会を得ましたので、皆さんこんな機会めったにないですけれども、じっくりと内外装徹底チェック行ってみたいと思います。今日はですね、こちらスーパー GT の GT300 クラスに参戦しているスバルですね、 BRZ の GT300 マシン、こちらをご紹介させていただきます。で、実際ですね、市販車の BRZ というのはこちらでございます。というわけでですね、ここからは僕一人ではちょっと非常に頼りないことになってしまいますので、チーフメカニックの志戸さんに解説をしていただきたいと思います。志戸さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。お願いします。今回ですね、はい、まずこの動画は、はい、BRZ の GT300 マシン、はい、これをですね、ちょっと詳しく知りたいということで、はい、いろいろ僕が質問させていただきますので、はい、それにですね、答えていただけるとありがたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、できる限り頑張ります。いやいや、何でも知ってるじゃないですか。全てを知ってると思いますので、よろしくお願いします。はい、車のサイズなんですけれども、これどのくらいのサイズになってるんでしょうか。はい、サイズは、はい、全幅が、はい、1950、はい、おっていうのがレギュレーションで決まってるので、はい、まあ、もう そこより出ちゃいけないんで、はい、ここにぴったりと合わせていると、ほぼほぼぴったり、はい、全長は 4.56メーター、なるほど、はい、これでも市販車とは全く違う部品構成というか、そうですよね、はいはい、まずこうしてパッと見ると顔つきはいわゆる市販の BRZ と、はい、まあ、近いなというところですけれども、はい、これライトは同じなんでしょうか。ライトは形状は一緒なんですけど、はい、もうこの中身はカーボンのケースで、作り変えちゃってますね。なるほど。あ、本当だ。この中身は純正を使ってるんですけど、はい、純正からちょっとパーツを取って、はい、ケースはちょっとカーボンで別のものに、まあ、軽量化をしちゃってますね。なるほど。で、こうして見るとこのヘッドランプありますけれども、この辺りのイメージというのは当然ですね、 GT マシンにそのまま受け継がれているというふうに考えていただければいいと思います。今実際に見えますけれども、 GT マシンとなるとこのような感じになるということですよね。ちなみにこの表面は黄色なんですけれども、黄色は GT300 は、はい、ヘッドライトカバーと、まあ、ゼッケンもそうなんですけど、黄色くなってなきゃいけないので、はい、こちらですね、はい、レギュレーションでこの色になっているということですね、はい、で、ちなみにこのバンパーなんですけど、はい、これかなり市販車と近いなっていう感じの形状になってますけど、はい、これはどんな風になっているんでしょうか。これも、まあ、カーボンで作り変えちゃってはあるんですけど、はい、なんかまあこの辺ぐらいの造形はほぼ同じような造形はしてるけれども、はい、もう外に行くに従っては、はい、もうどんどん形が変わっていく、違う方向に行ってしまう。でも一応このエアインテークのあたりとかも形状的には市販車に似せて作っているという感じではあるわけですよね。この辺の作り込みは、はい、GR86 と BRZ の違いを出すために、はい、ちょっとこの辺にこう市販の BRZ にもあるような形が、はい、あ、入っていると、一応寄せてはあるということなんですね。はい、このフロントのスポイラーはかなりでかいものになっているわけですよね。そうですね、これもまあ一応レギュレーションで形とかサイズが決められている中で、はい、こう取り付け方法だったりとかを工夫しながら、ダウンホースをこうより発生させるようにな形とこの車載位置になっています。まあ、ボンネットなんかも通常のものとは違って、はい、かなり穴がいっぱい開いてる
ものになっていると思いますけれども、ね、これどういう効果があるものなんでしょうか。これはもうさっき の, あのバンパーから入った空気を、はい、ラジエーターとインタークーラーを通過した空気を、はい、ここから効率よくこう流れるようなアウトレットになってますね。1,2,3,4、はい、4つも開ける必要がやっぱりあるってことなんですか。まあ、足りないぐらいなんですけど、これも一応レギュレーションとかの問題もあったりするので、はいはい、うん、あとはその SI さんの空気関係のこういろんな解析をした結果、はい、ベストな形になってるわけですね、はい、ことかもよく見るとちっちゃいそのアウトレットがまた別についてるわけですよね。排出を、はい、やっぱりこの中に空気溜まっちゃうと、ええ、まあ、リフトの原因になったりしちゃうので、はい、なるべくこう上に出してあげると、はい、沿わしてあげると。ここの大きいのとここの小さいのでは要件がまた違うっていう。まあそうですね。はあ。しかもここよく見るとこの最後のところがちょっとリップガーニー形状になってて、ね、こういうところもやっぱり細かく、はい、計算され尽くしたものになってるという。そうですね。ということで、まあ、ちょっとじゃあ横の方に見ていきたいと思いますけれども、はい、タイヤなんですけれども、このタイヤは、まあ当然スリックが今ついていると思いますけれども、はい、サイズ的にはどんなサイズなんでしょうか。これは330っていうあの幅が、はいはい、サイズで330ミリってことですよね、はい、インク数でいうと普通の車でいうとどんくらいの。ここは18インチってことですか、はい、じゃあここは市販車とホイールの径自体はだいたい一緒の径になってるってことですかね。一緒なんですけども、はいはい、幅がめちゃめちゃ広く取ってあるということですよね、はい、実際に見るとこのような、はい、幅になっていて、ブレーキと、あ、これセンターロックですもんね。そうなんです。1個で付け外しができるんで、タイヤ交換のしやすさが、まあ、一瞬でできるというものになっているわけですね、はい、でこの形状自体は BBS からもの市販車用の、アルミホイール同じ色の同じ形状のものが出てるということですよね、はい、でブレーキなんかももうこれ専用のブレーキになってるわけですよね。ブレーキもそうですね。これあの僕初めて見たんですけど、はい、よくあるのはスリット入りのローターとかドリルドのローターありますけど、はいはい、これなんかちょっと面白い形してますよね。これあの AP のローターの中でこう J ホックって呼ばれてる、はい、こう表面の形なんですけど、はい、スリットなんかよりもよりこう、はい、なんかパッドを掴んで力がこう強いというか、より制動力高い、より制動力が出るらしく、はい、結構ヨーロッパとかではこういう形状で、まあ、昔からあるんですけど、今主流になってるみたいな。なるほどでございます、はい、ノーマルの車と同じものってどこにあるのかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけど、同じ例えばですけど、はい、この辺は、はい、ここまでは、あ、ここまで純正です。あ、なるほど。じゃあスチールのものになってるってことですね、はい、でこの辺の作り込みとか、まあ、ちょっとここら辺はあのロールゲージになっちゃうんですけど、このパネルとかは純正パネルになってます。これはじゃあ市販車のものを使うっていう、はい、まあ、それレギュレーションで決まってるっていうことでしょうね、はい、あ、じゃあドアの形状は一緒、もう一緒です。あ、でドアノブも一緒。ドアノブはもうあの部品をパーツとから純正部品購入できるものです。なるほど、はい、純正部品を使ってるということなんですね、はい、このルーフラインがですねかなりですね同じというのがお分かりになっていただけるかと思います。まあここはですね規定で、市販車のですねルーフライン使うというものがありますから、それによってですね同じものが使われてますので、この形状がかなりですね似ているということになるわけですね。合わせてこのドアのあたりの形状も同じようなものになるということで、このあたりは実際のマシンとかなりイメージが近いものになっているというのが特徴になります。で先ほどあのエアロパーツはレギュレーションで決まっているとおっしゃいましたけど、サイドもこれ決まったものなんでしょうか。サイドは、特に厳密にはないんですけども、はいはい、じゃあ独自のデザインと考えで、そうですね、高さとかが決まっているだけで。なるほど、まあ、なるほど。細かくはあるんですけども、一応こんな形で落ちています。ここもなんかちょっとこうスロープみたいな形状をあえて作ってるんですかね、はい、ここもだから後ろにうまく流れるようにという感じを、はい、
これは主にこのホイールハウスの後ろから出てきた空気がここを伝って後ろに流れていくような感じになっているというところです。ちなみに上もこれまた別なんですか？この上はエンジンルームからの熱になるので、あ、なるほど。こっちがホイールハウスで、こっちがエンジンルーム で、はい、でここにもまたそれももう小技というか、はい、ないよりはあった方が、あのフロント荷重がとかこう前後のバランスが取れるので、へえ、このちっちゃいコツが、はい、それに効いてるってことか。後ろに行く風が変わる、あー、なるほど。はちなみにこのルーフもちょっと普通とは違うと思うんですけれども、はい、このルーフ自体はカーボンのルーフなんでしょうか？いや、ここもあの純正パネルなんで。あ、そうなんですね。アルミ の純正品です。アルミの純正品になってると。 BRZ はアルミ。そうですね、アルミルーフですね、はい、だここだけはちょっとレギュレーションで開口しなきゃいけないので、ええ、あ、ここはレギュレーション上 その開けるものになっていると、はい、変えてあるんですけど、使ってるこのパネルは純正品です。でここにも穴が開いてますけれども、そこもあの換気というか室内換気をちょっと目指して吸い出してあげるような感じになってるわけですね、はい、さあそしてこれは、ここはここは給油口ですね。あのガソリンの、はいはい、給油口です。これ2つあるのは何ででしょうか？これはガソリンタンク、あの密閉されちゃっているので、ええ、一方からガソリンが入っても、中の空気が出てこないと入っていかないので、一方は入れる方、片方は抜けてくる方で、こう、あ、なるほど、はい、じゃあ片方から入って片方から出てくると、空気が出てきて、で満タンになればそっちからもガソリンが戻ってくるっていう感じです。あ、リアタイヤはさらに太いんですか？これ、これ4輪一緒です。あ、え、面白い、意外なそうなんですね、はい、絶対後ろが太いだろうと思いきや一緒なんだ。ただその前後で違う車もあるんですけど、BRZ は同じで。じゃあちょっとリアに回ってみたいと思います、はい、このリアが何と言っても全く違うなっていうところですけれども、はい、逆に僕がパッと見た感じ、トランクとテールレンズは同じなのかなっていうところですかね、はい、トランク の、はい、あの作ってある構成はちょっと違うんですけど、はい、この銀色のシルバーの部分は、はい、外れます。通常あのここリアウィンドウの部分なんですけど、はい、あ、本当だ、ウィンドウじゃないんだこれ、はい、ここが外れて、はい、リア周りのセットアップができるようになってます。あ、なるほど、リアのサスペンションのセットアップができるような、はい、まあ、サービスの窓というかそんな感じの、ね、はい、はい、あ、でここは固定です。あ、なるほど、はい、そうですよね、普通だったらここは開くんですけど、開くんですけれども逆になってます。なるほど、なるほど、こっちが開いてこっちが固定になってるという、はい、市販車と逆なんです。あとでぜひちょっと開けていただきたいです。あ、これは純正です、はい、これは純正のテールランプということで、はい、ここも純正だし、多分これも純正のパーツなのかな。いや、これは多分構成、ノーマルの構成上はここがトランクだと思うんですけど、はい、これリアバンパーと一緒、あ、一体なんですね、ここ、はい、あ、なるほど、本当だ、ちゃんと形状がそうなってるだけで、はい、実は一体部品になってるんですね。はぁ、そしてこのウイングがめちゃくちゃ巨大なウイングですけれども、はい、まあ、あの BRZ のエアロパーツでスワンネックの GT ウイングはありますけれども、はい、形状は似てますがサイズはだいぶ違うものになってますよね。これは車の中で一番幅広い部分なんですかね？いえ、これもその全幅の中に入ってないといけないので、はい、ええ、あ、じゃあこの間にちゃんと収まったものと、はい、いうことですね。収まってるし、はい、ここがこの外角からも出てない。ああ、なるほど。ただ効率を考えて、はい、すごくあのこことボディの間をすごく開けたいとか、はいはいはい、なるべく後ろにつけたいっていうので、はい、本当にもうなんかミリ単位で調整しながらこの位置を決めるっていうことなんですね、はい、これあとなんか特徴というかなんかありますか、このリアウィングの。リアウィング、そうですね、あのここの穴を見てもらうとこんだけあるんですけど、はい、コンマ5度ずつこう
調整ができるようになってて、なるほど、実際その練習時間とかのセットアップで、はい、ワンホール変えてコンマ5度を、はい、ダウンホースがつく方にしたりとか、レスダウンホースにしたりとかっていう調整を、はい、細かくしながら、できる。で走ってフィーリングとかいい方とか、はい、データがいい方、はい、みたいな感じでやっていくっていう、はい、ことですかね。はい、なるほど。あ、っていうか人が作業してて、あそびっくりした。何があるのかと思ったら今ちょうど作業中なんですね。ちょっと今あの車検終わりでいろいろまた戻してるものがあって。あなるほどなるほど、はい、そういうことですね。ちなみにこれなんでこの中と外と、あこれは完全にもうあの車の仮面から流れてきた空気がここから出るんですけど、はい、ここはあのギアボックスがここは後ろにあるので、はいはいはい、でここが、はい、あのギアオイルを冷却しているオイルクーラーがその奥にあるので、はい、入った空気はここから出てきて抜けていくっていう感じになってます。あじゃあ各その穴によってまた機能が違うっていうことなんですね。はい、しかもこのディフューザーのフィンがまためちゃくちゃめちゃくちゃ長いですね。そうなんです。これもだからレギュレーションで決まってて、あそういうことなんですね、はい、長さも含めて決まったものになっているというところなんですね。そうなんです。 GT3 とかはもっと効率よくいろいろこう枚数とかできるんですけど、ええ、この車はこう4枚までって決まってて角度もつけられないんで、あもうこのまま平行に車に対して平行に平行に来ないといけないの。あこれ外すんだ、はい、だここリアウィンドウ部分なんですけど、本当だウィンドウではなくてこのようにこれなんか持った方がいいんですか。いや大丈夫です、大丈夫です、全然もう軽いんで。あもうこんな感じで、これカーボンのパネルですか。はい、はい、カーボンパネルで、あ片手で楽々、はあ、そこにちゃんとかけるところがついてるんだ、はい、なるほど、こんな感じになってます、はい、で開けると、あそもそもちょっと教えてほしいんですけれども、はい、この車は要するに JAF GT マシンっていうことですよね、はい、カテゴリー的には、はい、で構造としてはパイプフレームの、そうですね、レーシングカーっていうことになるわけですよね、はい、でそこに、カーボンのボディが加装されているという、そうです、そこでことですよね、はい、これちょっと教えていただきたいんですけど、このまずこれちょっと見えにくいんですけど、はい、トランスアクスル方式といって、はい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 、ここ今ここに見えてるのが、はい、あのギアボックスなんですよ。なるほど。なので、このウィンドウ部分が開いて、はい、ここから全部いろんな調整ができたりとか、はあ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 、あとはサスペンションの形式もちょっとこうダンパーがそこにいてっていうような、これはインボードサスペンションと呼ばれるということでいいんですよね。はあ。主にここを開けて、はい、例えば車高を変えたいとかっていう場合は、ええ、このプッシュロッドを長さを、はい、あ変えたり伸ばしたり縮めたりしながら、はい、車高を変える感じです。まあ、これも本当にコンマ5ミリとかの調整をできるように、ええ、はい。え、これってこのサスペンションアームがここにあって、はい、この、 あのダンパーがどうやってこうやって動くんですか。ここを中心にここから入力されたものがこういう動きになります。はははははは。じゃこれがロッカーアームになってるんで、はい、ここで動きをこう変換している。あなるほどなるほど。これなんで普通の車みたいにこっちに逆についてないんですか。こう、まあこういうレイアウトが自由にこうできて、はい、こう効率よくこう動きを伝えられるシステムというか方式なんです。なるほど、そういう仕組みになってるってことなんですね、はい、サスペンションのアームとかも長く取れるみたいな、そういうことなんですか ね、 そうですね、はい、やっぱね。あなるほど。皆さんご覧になってください。ここにだから2つ左右のダンパーがあって、ここで動きを受け止めてこっちにアームがあるわけですね。でこの下に
トランスミッションがあるわけですよね、はい、ギアボックスがあって、普通だったらエンジンの後ろにトランスミッションがあって、ここはデフだったりするんですけど、はい、そこがトランスミッションそのものになってるっていうと、ね、ミッションとデフが一緒になってる、一緒になってるっていう構造なんですよね、はい、もう見ていただいて分かりますように、全部あのジャングルジムみたいな感じになっていて、これ自体がだからフレームっていうことですよね。リアは ここから切り離しができるんで、あ、そうなんですか、はい、へー、まあ、あとからこうどんどんついていく感じですね。なるほどなるほど。じゃあここで切り離して前と後ろで分かれてるっていう構造なんですか。そうです、モノコックが ここまで。なるほどなるほど。あとは後ろは、まあ、メンテナンスするときとかはもう外しちゃうんで、分割できるという、はい、そんな仕組みになってるわけですね。ありがとうございます。これはめったに見れない。ほい、あ、これでボンネットが開きました、はい、こちらもちゃんと引っ掛ける場所がここにあるわけですね、はい、このような感じで、で、うお、ちょっとこれが、はい、ボンネットを開けた状態というか外した状態のマシンということになりますけれども、はい、これはちょっとどういうことなんでしょう、まあ、特徴的というか、あの水平対向のエンジンが、はい、もう見えないぐらい後ろの下の方に、このそこですよね、これです、ね、それですよね、これはブロックで、はい、ブロックですよね、そこね、はい、そんなとこにあるんだ、はい、だもう地面からしたらもう本当にスレスレない、スレスレですよね。ちなみに市販車の場合はサスタワーがあって、2.4 リッターエンジンが前に置いてあるんですけれども、これを見ると完全に、まあ、車軸というかこのタイヤのですね、フロントアクセルの完全に後ろにあるってことでしょうね、はい、これがレーシングカーならではというか、まあ、はい、トランスミッションがないから余計に向こうに置けるっていうのもあるわけですよね、まあ、そうですね、トランスアクセル方式だからっていうところもありますよね、はい、さあ、そしてこちらがエンジンルームですけれども、ここに搭載されているエンジンは 2.4 リッターの水平対向の4気筒の NA のですねエンジンということになるわけですね。まあ、スバル BRZ は先代モデルが2リッターの水平対向4気筒エンジンを搭載してましたが、今回この2代目になったことによって 2.4 リッターの排気量の大きなですね水平対向4気筒を搭載したことによって、その動力性能がかなり向上したということになるわけですけれども、まあ当然ながらですね GT マシンの方はエンジンが全く違うものが乗っています。これはですね EJ20 というですねスバルの WRX、 そしてその他のモデルにも搭載された名機と呼ばれるエンジンですけれども、そのターボバージョンが搭載されているということになります。刻印が、はい、EJ20 と書いてあります、はい、ありがとうございます。これは、まあ、もうすでに今市販車ではなくなったエンジンですけれども、今までずっと長きにわたってモータースポーツでも使われてきたし、ラリーでも使われてきたしっていう、そのエンジンですよね、はい、こちらフロントもダンパーがなんかすごいことになってるんですけども、そうですね、まあ、後ろと同じような考えで、まあ、足の動きを、まあ、効率よく伝えられる、はい、タイヤの動きをこう効率よく伝えられるようにっていうのと、はい、あとはセットアップの時間短縮化っていうか、はい、まあ、このあたりは本当にオーソドックスなレーシングカーの、はい、まあ、レイアウトという感じなんですよね、はい、ちなみに今真横来ましたけど、ここがタイヤの軸なんで、それより完全に後ろにこの、はい、エンジンが乗っかっていて、でサスペンションがここにあって、これがまた動きが出すわけですよね、はい、な感じになっていて、なんかすごい細かいリンクがいっぱいいろんなところについてる。そうですね、はい、まあ、センサーがついてたりとか、はいはい、この辺はあのスタビライザー、うんうん、アンチロールバー、はい、なってるわけですね、だったりするんで、はい、あ、もしかしてじゃあこっからこう来たのが向こうに行って、これ自体が、そうです、これがねじれる、まあ、スタビライザ ー, ーアンチロールバーと、はい、いうことですね。あ、この黒い太い方もそうか、ここでピロがあって、はい、でそこはあのサードダンパーと呼ばれるものがついてて、ここの下にダンパーがいるんですけど、あ、この下にダンパーがいるんですか、はい、へえ、なるほど。でそこでまたちょっとこう受け止めてあげると、はい、でこのここからボルト止めされてまっすぐ伸びてるこのカーボンの、これはこれがあの、はい、クラッシャブルストラクチャーなんですけど、ははまあ、ぶつかった時の
衝撃吸収する、はい、ものになっていると。これは R&D スポーツ製なので、そのプレートがここに入ってるわけですね。はい、なるほどでございます。いやでもすごいな、こうしてみると全然やっぱり市販の車とはまるでちょっと違う、違いますね、はい、ものになっていると。はい、でインテリアもチェックしておきたいと思いますけれども、これが皆さんご存知の、はい、BRZ のインテリアでございますけれども、スポーツカーらしいですね、雰囲気の漂うインテリアとなっていますが、当然ですね GT マシンはこんなですね感じではなくて全く違うものになっています。実際にですね市販車はメーターフードがこのようにあって、ナビがあって、まあ僕の車 AT ですのでシフトノブがあって、サイドブレーキがあってというような構成ですけれども、後ろを見るとリアシートが用意されてますけれども、これが実際の GT マシンの室内だとこのようになっております。はい、はい、ドアがまずめちゃめちゃ軽いカーボンになっていて、はい、そこ純正です。純正のね、ルールがあって、ただし、はい、このように紐です、軽量化がなされているという、はい、ところですね。これはまずこの入り口から全部ケージがこう組んでありますけれども、はい、これもレギュレーションでなんか決まってるやつ、ね、ロールケージは、まあ、レギュレーションというか、まあ、そういうの細かいルールの中で、はい、この形状だったら大丈夫ですという合格をもらった、うん、ものになってる形ですね。はい、なるほど。見るとこのような感じで全部上もケージが組んであって、すごい。感じになってるわけですね。はい、でハンドルがここにあって、まあ、シートがこのちょっとバケットシートがですね、完全にドライバーを覆うシートになってますけれども、はい、これパッて見た感じで、はい、かなり寝そべって座ってる感じなんですか、ドライバーは。あるんですかね。はい、足の位置が高いですよね、あの、はい、ペダルの位置が皆さんご覧になれますでしょうか。これペダルも一番右の黒いのがアクセルですよね。はい、で真ん中の太いのがブレーキで、クラッチ、クラッチが一番左にあって、はい、でこの、ペダル類は前後動くんですか。はい、これは もう固定です。あ、もうそっか、2人のあれドライバーが、2人はなんかあのポジションが近いのか、はい、同じポジションで持ってくれるので固定になってるわけですね。はい、じゃあシートも固定ですか。シートも固定です。あ、それでその背もたれとかに何も入れたりとかもしないで2人は同じもの。そうなんです。一時そうなってたんですけど、ええ、こういろいろ2人でこう相談しながら今のポジションに、はい、落ち着いていますね。はあ、すいません、私は取りたくないね、別に乗させていただいたことになりましたので緊張感がありますけれども、ちょっと座らせていただきたいと思います。失礼します。おお、しかもハンドルがこうなってるんですね。そうなんです。で走る動きが。おお、いやっていうかこれやっぱ全然すごいですよ。あの寝そべった感があって、あのお尻の位置がなんつうか高いっていうか。へえ、すごい。ちょっと皆さん。どうですか、こんな感じなんですね。ちょっとこう寝そべる感があって、足を前にこう投げ出す感があって、この膝裏のところがかなりこういう風になるんですよね。はい、これが多分あの前後 G がすごいから、サポート力がないと、はい、体が動かない、ほとんどもうこれでシートベルトしちゃったらほぼほぼもう動かないです。すごい、こんな感じです。実際にはだから路面は多分2メートルか3メートルとか先まで見えない感じなのかな、これもしかすると思いますね。ね、そんな感じですよね。穏やかな感じになってます。でメーターがあって、はい、モニターがあって、でここでいろいろ操作しながら運転するという。右上あたりからこの辺、これ、はい、スターターです、ね。エンジンをかけるスイッチです。はい、スターター、はい、ここは緑が無線のスイッチです。はい、オレンジはあのウインカー、うーん、はいはいはい、でピットロードに入るときにこう速度制限がかかるスイッチ、うーん、はい、とあとはエンジンの、ターボの制御が変えられる。ほう、左側もこっちの
上はオレンジが、オレンジはウインカー で、はい、黄色っぽいやつ、はい、パスって書いてあるのはあのパッシングができる。ああなるほど、はい、で緑の N、 緑はニュートラル、あのギアが、あ、はいはいはい、あのパドルシフトなんで、そこでニュートラルにできる。なるほど、はい、まあ、FCY は本当に FCY が出た時に押すもの、はい、ボタンですね、はい、で F っていうダイヤルも、そこはエンジンの制御のダイヤルです、はい、で黒、マークって書いてあると思うんですけど、まあ、そこはちょっとあの何かあった時に押せば後からこう検証できるような、うん、あ、記録するためのポイントを作っておくっていうやつですね、はい、あ、なるほど。さらに奥にセンターコンソールがあって、そこはあのアラーム系があるのと、はい、あとはライト、ヘッドライトのスイッチとか、レインライトのスイッチとか、はいはいはい、よくドライバーが触るのはあのダイヤル関係を、 ABS のダイヤルとか、パワーステのダイヤルとかもあるので。ああ、なるほど、こういうことですね、はい、この右側の円がなってるところが、はい、全て、はあ、このレバーは何ですか？ブレーキですか？それはさっきフロントで見たあのスタビライザーの、はい、強さが変えられるので、はい、レースの時にあのドライバーが、まあ、タイヤの状況に合わせて、はい、その強弱、まあ、ソフト、ハードって書いてあるんですけど、それを調整できる、調整できるレバーです。室内からリアのものってことですね。リアとフロントの、フロントは向こう側にある赤いやつですね、赤い方が、はあ、はい、これがパドルシフト、はい、触って大丈夫、あ、大丈夫、操作感もいいですね。これ市販車もこの操作感が欲しい。これちょっと STI でちょっと出していただくと、あ、すごい、めちゃめちゃカッチリした感じになってます。はい、というわけでですね、今回はスバルの BRZ GT300 マシン、これですね、チーフメカニックのシシドさんと一緒にですねチェックしてきました。シシドさん、どうもありがとうございます。ありがとうございました。まだちょっとあのこれからですね、土曜日、日曜日を迎えて、はい、レースも本番ということで、はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。そんな貴重な時に私お邪魔してしまいました。どうもありがとうございました。はい、というわけで今回は私のですね、愛車であるスバル BRZ とスーパー GT に参戦している BRZ の GT300 マシン、こちらをですね、比較チェックということで徹底的に見てきました。まあ非常にですね、貴重な機会を得ることができました。もうチームの皆さん、関係者の皆さん、本当にどうもありがとうございます。また来シーズンもですね、こういったですね、楽しい動画がお届けできたらなというふうに思っております。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカーズ TV で取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価、いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカーズ TV 川口学でした。